カツラスパホテル三日月鴨川ホテル、三日月ホテル、三日月グループは、千葉県内の外房に、カツラホテル三日月、鴨川ホテル三日月、内房の木更津市に、竜宮城スパホテル三日月、栃木県日光市に、絹川ホテル三日月とともに、ベトナム国ダナン市のビラを含む5ホテル1113室を所有しており、国内9社、海外1社の会社によって運営されている。 グループの創業者は小高義雄。代表取締役は小高薫修。海運の湯とは、三日月グループにおいて、三日月院を除くすべてのホテルに合計7個、設置されている、次回1億5000万円相当の18金で作られた、浴槽の風呂である。通称、黄金風呂、金風呂とも言われている。2009年1月には、2009ワールドベースボール。 クラシック日本代表の監督である原達則がこの風呂に金風呂入って金メダルを取ろうという理由で入浴し実際に2009ワールドベースボールクラシックを制したという逸話がある2017年7月には時価3億8000万円の純プラチナ製の浴槽を竜宮城スパホテル三日月の富士見邸に設置したこれまでに盗難事件が2件発生しているが いずれも、盗品の変化にや、犯人逮捕には至っていない。2007年2007年5月30日に、小港ホテル三日月にある、黄金風呂浴槽が、盗難に遭う事件が発生した。約80キログラムの重さがある浴槽の周りには、ガラスケースがあり、チェーンと南京錠が施錠されていたが、南京錠を壊して、浴槽を持ち去ったと見られている。逃げ道は、 非常階段しかなく、これほど重いものをどうやって、またどのようなルートで持ち去ったのかが、当時のワイドショーなどで話題となった。事件から約2ヶ月後の2007年7月27日に、新しい浴槽が設置され、7月29日より、利用再開した。なお、盗難にあった浴槽が作られた当時と金層上が異なることや、盗難対策を強化したことから、 制作費用は増え2億円程度となっている。2013年2013年9月12日に勝浦ホテル三日月にある黄金風呂浴槽で18金の一部分が切り取られる窃盗事件が発生した。12日の18時30分時点では異常がなかったが営業終了の21時に従業員が盗難にあったのを発見したという。 主に在京テレビ局では1980年代頃からゆったりたっぷりの音リで始まる CM ソングを流している。タイトルは空と海のホテル三日月。当ホテルの主力拠点が集中する千葉県の地元放送局である千葉テレビ放送では主に高校野球圏予選中継、夏季の祭礼特番等放送時期を限って流している。 2018年6月28日から2019年6月27日までの1年間限定で、千原ジュニアが同ホテルの宣伝部長に就任。その後2019年6月28日2020年6月27日まで契約を延長し、宣伝部長として2年目を迎える。千原ジュニアが出演する CM が、前述の在京テレビ局や、千葉テレビ放送、 ホテル三日月の YouTube チャンネルなどで放送されている。2018年9月には、姿勢動画、男性向け化粧品、ウーノの CM において、当ホテル公認で、蒸気 CM ソングの替え歌を使った CM を制作している。基本的にはアベマ t v などのインターネットテレビや、YouTube 上での配信のみとなっていた。同年11月に、 前述の千葉テレビ放送で放送されている AKB48 チーム8の監督白書バッジ、行為。2、うーの名義でスポンサー提供し、地上派で CM が放送され、12月には資生堂一社提供のおしゃれイズムでも放映された。竜宮城スパホテル三日月がある木更津市を舞台とするドラマでロケ地や撮影協力企業として使用されている。 映画、キサラズキャッツアイ、日本シリーズでは、V6、岡田純一、嵐、桜井翔、騎士団が入浴するシーンが撮影され、劇中歌である、赤い橋の伝説の歌詞にも三日月が入っている。テレビドラマの、キサラズキャッツアイでも、安倍貞夫とスチャダラパーが会う時の合言葉として、ホテル三日月の CM 曲が使用された。特撮ドラマ、大鳥神や剣では、 主人公のヤツルギが登場する独自の CM を放送している。大鳥神ヤツルギの派生番組である子供番組ヤツルギ魂は竜宮城内のキッズガーデンで撮影が行われている。ベトナムの注目エリアだなんで日系企業過去最大の投資金額120億円大型リゾート開発プロジェクトを本格始動。キムガワホテル三日月に関するカテゴリー ありがとうございます。